山口桃恵も芸能界デビューする前はスターに憧れる普通の女の子だった山口桃江氏昭和40年代後半この頃の芸能界は。 新五三家と呼ばれる三人のスター、野口五郎、西城秀樹、郷ひろみが若い女の子を虜にしていた。その中でも特に、ワイルドでハスキーボイスの西城秀樹が、女の子からの圧倒的な支持を得ていたのだ。芸能界デビュー前の山口桃恵も、礼に漏れず、 西条秀樹のファンだったという妹と一緒に寝ていた部屋には西城秀樹のポスターも貼ってあったらしいまさにその時代の普通の中学生だったのだしかしたまたまテレビで見たアイドル発掘番組「スター誕生」で同い年の森雅子デビューに刺激された山口桃恵は 昭和47年10月に自らスター誕生の予選に応募しそして12月の決勝大会で見事合格芸能界デビューが決まるそしてそれからわずか数か月後には映画「年頃」への出演が決まったところがなんとその映画「年頃」に西城秀樹が ゲスト出演していたのだ映画の中でも西城秀樹はスター歌手で山口百恵はその他大勢の女子中学生の一人に過ぎなかった山口百恵は仕事でありながらも胸を高鳴らせ映画のワンシーンで歌を歌っている西城秀樹に見とれていたに違いないそして 映画の撮影の間に山口百恵は西城秀樹からサインをもらい家にずっと飾っていたというしかしその後の山口百恵は次々とヒット曲を飛ばしスター街道を駆け上がっていく映画「年頃」の撮影中は遠くから西城秀樹を見ていた山口百恵も やがては同じステージで西城秀樹と仕事をするようになってきたのだブラウン管を通して憧れていたスターと同じ芸能界の舞台で輝いている山口百恵デビュー前の百恵には想像もできなかったに違いない